Right, time to go find Makoto somewhere. I guess I should probably just go to the West Park. How far could she go on her own, right? And there's already people recognizing me everywhere. Do you have anything else to say? Nope. Rough part of town, huh? Oh, she's a TNT lot, isn't she? Now, why would neither Kiryu nor Nishiki think to look here? She can see now, can't she? Damn it. I miss battles item. Item open. So much going on. Yeah, there's no stopping now. I have to get to the end. あるけれ程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんの?今日、あの殻の一粒で、兄と10年ぶりに会った。でも、その時私は目が見えなかったし。
兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなこともあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を、あんたたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一つを狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅうか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前兄貴がそんな男のわけないやろが。待て。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。 No chance。 なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。帰ったな。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。よっ。ほな行くで。Walk slowly.Walk more slowly. 足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。よう、そんなんで町中歩けたな。怪我してへんか。大丈夫だから。おい、つ、捨てるだろ。
How slowly do I have to walk? たこ焼きに人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私さっき屋台を見かけたか。屋台ってたこ焼きんか？多分匂いがそんな感じだったから。どこで見たいの？なんか広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。 Oh, I actually can't go any faster. And here I was trying to go. To somewhat stay moving slowly, but I guess I didn't really need to. Just on the other side of the place. You're right. I really wish I could just, you know, help her. Is there any way to just prevent her from tripping? Oh, she can go up. I wanted to just go around so she wouldn't trip over the, you know, the ledge, I guess. That looks delicious. なんかのために大変な目にあっても
まだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は。美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。 So sweet. ごちそうさま。 大阪にも負けてないね。 神室町のたこ焼き。 そんだけお前は世間知らずやったっちゅうや。 Yeah, fair enough. どうやって堂島組に復讐する気ないの。教えない。アホなマナーよせや。それにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんの。その場合どないな目に遭わされるか 俺にも分からんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今更そんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。 Fair enough. 美味しかったな、たこ焼き。もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたら。ごめんね。She's gonna be my sister. すぐ戻ってくるわ。ジョー、待っとけ。 This was pretty close, but she's gonna be gone. It's not even a question. Yep. Aja. Huh? Takoyaki, Korea. What are you talking about? さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよな。あの、アホ。 明日の5時、空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど。明日5時、屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。 Fair enough.
At least you said something. Fair enough. I don't really need any extra fights right now. I mean, I already maxed out the Breaker style as far as I can without doing a bunch of Kava Gloves, so... who gives a shit? Yep. Let's get on with it. That doesn't look like five, but okay. Maybe just couldn't see the hour. Dick, whatever.渋沢組だ。渋沢組？うちの雇った鬼人会。てめえのおかげで散々下手打ってな。仕方ねえから消すはめになっちまった。うん。お前らが西谷を。手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。誠はどないした？ あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな。丁重にお迎えしてやったよ。何やと？ああ、シェット。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって 俺らに教えてくれたよ。しつこく付きまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。 Yup, you figured it out real quick. Doko ni onne ya? Oh look, goons. Yes.
Nice way to relieve some stress. Ah, yeah, that was satisfying. Bunch of goons. And nothing else. Thank you. Yep. That's oh, I just need to grab a cab. Makes sense. So I should be going north. How's my ammo? Doing well, I see. Already got what I need. Hurry, hurry! Yes, that's one hell of a place. And they're all gathered together. Oyaji, Makimura Makoto-san. お連れしました。よくやった、渋沢。時期は若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで、牧村さん。 殻の一坪の件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。 お金はいくらでも結構です。ただし、これまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。 そう。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。
Oh boy. ヒトリが誰だありゃ。ヘローダー。ま、真面目。渋沢組が始末したんじゃねえのか。真面目。黙れこれ。うっさいわ、ボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。 Well, they tried. It's so nice to relieve stress this way. One hell of a theory. He's pissed. Yeah, so many quote unquote elite members. Hmm.
I had completely forgotten about that. I just accidentally pressed Y. Again. Is that all you got? Oh, look, a toffee. I just did that by accident. And that was it. Yeah? If the fat ones are all tough, I guess we should both just join the Yakuza, right? あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。 その時は他の方に土地を売るだけです。<笑>なるほど。ただ俺が思うに、あの殻の一つ墓って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つ墓は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。 町のど真ん中にあんな橋切れの土地があるなんてことは、お役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になって、あの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。 再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば、土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなければ、
役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。うん。権利関係調べ上げたが、ようやくその裏が取れた。こんなこともだろうが、ヤクザをなめちゃいけねえな。Yeah, figures.助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。 Fair enough. God damn it, Veronica, that's just mean. Kick some doji mass. Oh, also that. The ambient lion stone. Achievement get.